はい、ということで今週も始まりましたハイチのダラダラジオ。今週はですね、身につけてほしい力というテーマで話していきます。でこれはね、ありがたいことにこう取材をしていただくことが、あるんですね。ちょいちょいあって、でその中で、いろんな聞かれることはそれぞれ毎回違うんだけれども、結構聞かれることが多いのが、子供に関わる仕事してるから、子供たちに、これからを生きていく子供たちにどんな力を身につけてほしいと思いますかっていう質問をされることが結構あるんですね。で多分これの答えっていうのは、これ今ダラダラジオだと学生だけじゃなくて、その社会人の方とか、主婦の方とかも聞いてくださってると思うので、それぞれ思いは違うと思うんですよ。しかもこれが子供たちっていう一般論と我が子、自分の子供だとまたちょっと変わってくるところもあると思うんですよ。思うんですが、それでも自分の中で答えるっていうのはいつも同じことを答えてて、それをちょっと今回ね共有したいなと思ったんです。で、それに対する意見とかも聞きたいなと思って、でそれは何かっていうと、情報を取捨選択する力っていう、表現は毎回ちょっと違うと思うんだけど、はい、っていうふうにいつも言っています。今の世の中って、インターネットがこれだけね普及したから、欲しい情報って簡単にアクセスできるじゃないですか。何かの作り方とかだったらググれば一瞬で出てくるじゃないですか。レシピとかもそうですけど、だから情報をこう得るかとかがすごく簡単になったと。でそれの、なんていうのかな、そのリスク、逆のそのなんだろう、マイナス面で言うと、フェイクの情報がやっぱりいっぱいあるんですよね。で大人、自分もそう、俺もそうですけど、フェイクのものを見抜くってなかなか難しいんじゃないですか。でよく子どもたちと、塾講師の時もそうですけど話してて思ったのは、やっぱり子どもたちって、ピュアなんですよね。ピュア、それは別になんか小学生がめちゃ一番ピュアかもしれないですけど、もっと前に幼稚園とかでも、中学生高校生になってもやっぱりピュアなところってすごい残っていて、でそれがいい風に働くこともあるんですけど、やっぱりネガティブに働いてしまうところがある。それが結構俺情報の取捨選択だなと思っていて、ある情報があった時に、あ、そうなんだっていう風に受け取ってしまう。例えば皆さん YouTube 見る時ってコメント欄見ますかね。普通になんかサムネとか気になってポチってやった時にコメント欄見る人いません？私結構見ちゃう人なんですけど、でその時に、じゃあ、あるじゃあお笑い芸人の方が動画をね、ネタを動画で撮ってるとしますと。でたまたま見たら、よっぺ面白いって思ってコメント欄見たら、ここのなんだろう、このコントはどうのこうのでっていうネガティブな意見があったとしますよね。で結構理由もちゃんと書いてある、ただただつまんなとかじゃなくて理由もちゃんと書いてある場合に、あ、確かにそうかもみたいな感じで、そのなんだろう、自分の思いと逆だったものにこう流されてしまうのって結構子どもたちあるんですよね。いや全員が全員じゃないんですけど、あるんですよ。これ多分大人もねあると思うんですが、で、今のちょっとね話はずれましたけど、ネガティブなものってやっぱり流されやすかったり、でそれって一個人の意見じゃないですか。それはフェイクニュースとまた別になりますけど、で例えばじゃあある芸能人の方とか有名な方を陥れるために、全く事実無根のニュースをでっち上げて、それを書いて、それが拡散して、そのフェイクの情報、嘘の情報が本当かのように広がっていくこともやっぱりあるじゃないですか。だからそういったものを見極めていく力っていうのがこれからすごく大事になると思うんです。でフェイクニュースっていうのは、フェイクな情報っていうのは、本人のもちろん間違った価値観とか間違った事実を植え付けられてしまうっていうこともあるし、フェイクの情報に関してそれを処理する時間、例えばそのさっき言ったお笑い芸人さんのネタの関しても、ネガティブな情報があった時に、そこを、いやでも私こう思うんだけど、でもそうか、こういうふうに書いてあるしなってモヤモヤしたりするわけですよね。その情報を処理しなきゃいけないんですよ、自分の中で。そこにも時間とエネルギーがかかっちゃって、無駄じゃないですか、そんなもん。フェイクというかね、そういった情報に踊らされるのって。だからその部分がやっぱり必要となってくるのかなって。情報のねこう見極めをちゃんとしていくっていう、でもやっぱり情報の見極めって最初に言ったように難しくって、じゃあどうしていくといいと思いますかみたいなことも聞かれるんですけど、基本的に自分の子供にもよく言ってるんですけど、書いてある情報、調べた情報が全て本当って思っちゃダメだぞっていう、つまり書いてあることが、嘘かもしれないというか間違ってるかもしれないっていう、そのある種ちょっと疑う目線っていうのは常に持っておかなきゃダメだよって。で疑いすぎても良くないし、でも全部が全部 100% 信じちゃダメだよって。なんか俺
よくバランスっていう言葉を生きている時ってすごく多用するんですね。俺の中でバランスってすごく大事、バランスとか架け橋っていう言葉が結構大事になるんですけど、だから、何かの事実があった時にそのなんだろうな、ネガティブな気持ちになるところとポジティブな気持ちになるところで両方あっていいじゃんって思うんです。どっちかに100に振っちゃいけないよねっていうのが私の持論だから、そこはバランス感覚が大事だと思ってて、その何かのもの情報を得た時、自分がゲットした時にも全部が疑って生きてしまうのもそれはそれでやっぱつまらないと思うんですよ。これは私の思いですよ。つまらないような気がしていて、そうじゃないと。でも、あ、そうなんだ、こういうことがあったんだ、こういうことができるんだ、ふーんってなるんだけど、もしかしたらこれは間違った情報が含まれてるかもしれないんだよなって、多分 100% 信じきっていくのはやめようぜっていうのはすごく大事にしたいところで、あともう一個はやっぱり、その悪い噂というか悪い話、ネガティブな話の方が人は広がっていくんですよね。簡単に広がっていく、いい情報よりも。なので、例えば誰かある人人物の悪い噂とか分かんないですけど、そのネガティブな情報に関してはより疑うというか、そういった目線を持つこと、あとそういった人の悪口とかネガティブな情報は他の人に伝染させないっていう、伝えていかないようにしようねって、事実かどうか分からないからっていうのは結構、うち上まだ小2、下まだ年中ですけど、割と言うんですよ。ここまで堅苦しい表現はしないですけど、でもそれはすごく大事だと思います、これから生きていく上で。でやっぱり情報っていうものをちゃんと扱えるようになる、自分の中で、マイルールをちゃんと決めて扱えるようになっていくと、やっぱりその人ってなんていうのかな、発してる言葉とかの信憑性とか他人からこの信頼してもらえるっていう部分も厚くなっていくと思うんです。言葉の重みっていうところも変わってくるので、なのでやっぱそういったところはこれからすごく大事になるんじゃないかな。もちろんそれだけじゃないですけど、大事な力っていうのは。でも、この情報化社会と言われても結構立ちましたけど、より多分情報化、デジタル化ね、した社会になっていくと思うので、だからより一層その部分は大事な観点なのかな、なんていうのをすごくね思っておりますっていうのを今週は共有させていただきました。はい、ということで今週もね、ここまでお付き合いいただきありがとうございます。さあ、明日から、先週はね、金曜休みだったんで、4日間だったんですけど、またね5日間に戻りますが、今週1週間がね、皆さんにとって良き1週間になることを心より願っております。明日はバレンタインデーらしいですよ。知ってました皆さん。私には無縁ですけどね良いバレンタインデーを、男性の方も女性の方もお過ごしいただけたらと思います。それではまた来週ね、何か喋っていきますので、よかったら次回も聞いてみてください。それでは今回はこれで終わりたいと思います。以上です。ありがとうございました。またね。バイバイ。